はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。今回は日本リーグ第4節第3試合 YKK との試合をお送りします。 YKK の監督は、僕と一緒にジュニアに行った同世代の中京学院大学出身の前田監督ですね。そして YKK 先発は岩松右近投手、宇根選手や尾崎選手と一緒にジュニア行ってますね。初球は外のライズから入りました。2球目宇根選手積極的に振ってますね。3球目はチェンジアップ、際どいところですがボールで2ボール1、これはショートゴロでワンアウト。2番安見選手、ワンボールからライト前ヒットで出塁します。安見選手今節初ヒットです。そして3番松田、ツーボールから盗塁を仕掛けますがこれがアウトとなります。で3ボール1から、これはボールが抜けましたね、デッドボールで、4番鳥山選手、ツーボールツーからチェンジアップ、詰まってますがいいところに転がりましたね。ツーアウトながら一塁三塁を作ります。わけわかんないポーズやってますね。そして5番山内選手、フルカウントからこれはドロップですね、外のドロップをセカンドゴロでスリーアウト。平均の先発は小山選手、はい、願って書いていつものルーティンやってますね。小山選手いつも最初サングラスかけてますね。そして YKK 先頭は竹中選手、初球ライズボールから入りました、ストライク、ワンストライクから外のカットボールですかね、セカンドゴロ、安見選手ナイスプレーです。そしてワンアウトから2番いい選手、フルカウントから、あーこれはフルスイングバントですね、出塁します。そして森川選手の打席でパスボールがあり二塁に行ったところでライト前ヒットで先制点を許してしまいます。そして4番大西選手、慶新高校出身のルーキーですね、これもフルスイングバント、ちょっとアンラッキーが続いてますね。で1、2塁となり5番西野選手、バントを2球失敗してからバスターに切り替えましたが空振り三振で2アウト。6番瀬村選手、瀬村選手も一度日本代表に選出されたことがある選手ですね。ここは小山選手が外のカットで空振り三振に仕留めます。2回表に入ります。この回先頭は浜本選手、3ボール2ストライクからフォアボールを選びます。で和田選手も3ボールからフォアボールを選んでノーアウト1、2塁を作ります。ここで8番小山選手バント、引いたバットに当たったのかバントして引いたのか、まあ、絶妙なバントになりましたね。ワンアウト2、3塁を作り西山選手、フルカウントからこのローライズ、ナイスボールですね、手が出ませんでした。ツーアウトとなり宇根選手、フルカウントからフォアボールを選びます。宇根選手目がいいですからね。でツーアウト満塁で安見選手、ツーストライクツーボールから高めのチェンジアップ、これボール球ですがきっちりライト前に運んで逆転だとなります。そして3番松田、スリーボールツーストライクから三遊間を破る
下畝選手、これナイスラン。3対1となります。で、4番鳥山選手、2ボール1から、これもうまく打ちましたね。外の球を流し打ち、芸術的な流し打ちですね。これ得意ですね、鳥山選手。ツーアウト1、2塁で5番山内選手、初球、ああこれナイスプレーですね。ショート2回裏に入ります。この回先頭は福本選手、2ストライクからカットボールですかね、空振り三振でワンアウト。小山選手サングラス外してますね。して宮地選手、宮地選手も日本代表に選ばれて世界選手権準優勝したメンバーですね。初球を打ってピッチャーゴロ、ツーアウト。して下田選手は2ボール2から高めのチェンジアップ、見逃し三振で3アウト、三者凡退で抑えます。3回表に入ります。この回も先頭は浜本選手、2ボール2からセンターライナーでワンアウト、いい当たりでしたね。して和田選手、3ボール2から高めのライズに空振り三振、だいぶ高め追っかけちゃいましたね。2アウトとなり8番小山選手、きっちりフォアボールを選びます。前日からバットでもいい仕事してますね。ツーアウト一塁となり9番西山選手、2ボール2からスイングしていきますが、これは空振り三振。3回裏 YKK の攻撃は1番竹中選手から、これナイスプレーです。安見選手素晴らしい。ここのね、取るのも上手なんですが、ここの送球が安見選手安定してますね。2番いい選手、粘って粘って2ボール2から小山選手が空振りを取ります。2アウトとなり3番森川選手、2ボール2からカットボール空振り三振。小山選手安定してきてますね。4回表に入ります。この回は宇根選手から1ボール2からフェンス際への大飛球、きっちりツーベースで出塁します。宇根選手ここでなんとレガースを審判さんに渡すという。そして2番安見選手、2ボール2から左中間へのタイムリーツーベースヒット、大きな追加点ですね。これ5対1となります。ノーアウト二塁で松田が2ボール2から空振り三振でワンアウト、最低限進めたかったですね。そして4番鳥山選手、2ボールからセカンドゴロ、2アウト三塁となります。1ボールから5番山内選手、うわい、山内選手のホームランってこう完璧なホームランが多いですよね。見ていて気持ちいい。眩しかったですかね、サングラスかけて打ってますね。いいどやり方ですねこれ、素晴らしい、ナイスバッティング。外のライズですかね、背筋使って打ってる感じしますね。スライム持ってますね。そして6番浜本選手、3ボール2ストライクからフォアボールを選びます。2フォアですね。そして7番和田選手、3ボール2ストライクからチェンジアップをセカンドゴロで3アウト。4回裏に入ります。この回先頭は4番大西選手、センター前で出塁します。そして5番西野選手、ワンボールからバスターでファーストフライ、ワンアウト。そして6番瀬村選手、フルカウントからちょっとボールが抜けてしまい
フォアボールとなります。ワンアウト1、2塁、7番福本選手、初球をきっちり送りバント、ツーアウト2、3塁を作ります。宮地選手がいいバッターだったので、ツーアウトでもチャンスを広げてきましたね。スリーボールワンからインコースのカットボール、セカンドゴロです。スリーアウト。ナイスプレー、ナイスピッチングですね。5回表に入ります。この回先頭は8番小山選手、ツーボールからチェンジアップをフェンス際まで持っていきますが、ライトフライでワンアウト。で9番西山選手、スリーボールツーストライクから、これが高めに外れてフォアボールを選びます。西山選手球数投げさせてますね、だいぶ。そして1番宇根選手、フルカウントから高めのチェンジアップ、これがフォアボールとなり、ワンアウト1、2塁となります。2番安見選手はツーボールツーからセカンドゴロ、これ宇根選手がうまく時間を作ってゲッツー免れましたね。そして3番松田はワンボールからセンター前ヒット、これ安見選手ナイスラン、いいですね。ツーアウト2、3塁を作ります。そして4番鳥山選手、ツーボールワンから高めのライズを、ちょっと泳いだようにも見えますが、しっかり芯当たってますね。走れ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 、あら、タイミングはこれもう完全にアウトでしたね。暴走ですね、暴走。そしてツーアウト三塁となり、5番山内選手、ツーボールからチェンジアップを打ちますが、サードゴロでスリーアウト。5回裏に入ります。この回先頭は9番下田選手から、ツーストライクからしっかり踏み込んで打ちましたが、これ赤坂選手ナイスプレーですね。ワンアウト。して1番竹中選手は外のライズに見逃し三振でツーアウト。わー、ナイスボールですね。して2番いい選手、スリーボールツーストライクからインコースのライズに空振り三振です。スリーアウト。この回も三者凡退で抑えます。6回表に入ります。この回先頭浜本選手、ショートゴロでワンアウト。してワンアウトから和田選手、フォアボールを選びます。でこの回からピッチャーが岩田選手に変わってますね。ワンアウト一塁から小山選手、これがゲッツーですね。4-6-3、ナイスプレイ。6回裏に入ります。この回先頭は3番森川選手、インコースのカットボールをセカンドフライでワンアウト。で4番大西選手、ワンボールワンからこの高めのライズを、なんとホームラン。コックの形がいいですよね。今後が楽しみな選手ですね。慶新高校のルーキーですよ。素晴らしい、ナイスバッティング。なかなか初見で打てませんよこれは。で5番西野選手、ツーボールからカットボール、これもいい当たりでしたが小山選手ナイスキャッチですね。でツーアウトツーストライクから高めのライズで瀬村選手は空振り三振、スリーアウト。まあ、この回ホームランを打たれたものの落ち着いてピッチングしましたね。7回になります。この回先頭は代打尾崎選手、ちょっと詰まってしまいましたね。ファーストファールフライでワンアウト。ワンアウトから1番宇根選手、ツーボールからこれインコースをレフト線に持っていくっていうすごいバッティングですね。これもバットが内から出てるんでしっかり芯が向いてるんですね。技術高いですよこのバッティングは。して2番安見選手、ツーボールツーから
外のボールをセカンドゴロ、ツーアウト三塁となり3番松田ツーボールから、これはナイスバッティング、めちゃくちゃ感触良かったですね。これバットが体に巻きつきましたね。これは久しぶりに引っ張ったホームラン打ちました。ナイスバッティング。ちょっとこう真ん中からインコースへ抜けてきた球をきっちり捉えましたね。ランナーなしとなり4番鳥山選手、ワンボールツーから、これも抜けるんですね。もう打ったらヒットが出る状態入ってますね鳥山選手。この試合4安打。そして5番山内選手、3ボール2ストライクからインコースのライズボールですかね、空振り三振で3アウト。最終回はここで利川選手に変わります。ルーキーのリレーですね、ルーキーリレー。利川選手リーグ2回目の登板ですね。で先頭は7番福本選手から、これいい高さのいい変化してますよ。利川選手ドロップで空振り三振、ベルトから膝下まで落ちてますからね、素晴らしいですね。して宮地選手、宮地選手はバットめちゃめちゃくるくる回しますね。ストレートのフォアボールとなりワンアウト一塁。利川選手ニヤニヤしてますね。して9番下田選手、ツーストライクからこれもいいドロップ、いい変化してますよ、素晴らしいですね。ツーアウトとなり1番竹中選手、ワンボールからこれもいい高さのドロップ、利川選手投げてます、ショートゴロで3アウト。ということで12対2でヒラキンの勝利となりました。この日は前日と打って変わって打線の調子が上がってきてましたね。そして次回は第4節の最後の試合ですね、トヨタ自動織機との試合をお送りいたしますので、次回もお楽しみに。バイバイ。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy softball.